皆さんこんにちは、未来です。まだ8月終わっていないんですけれども、明日でも終わっちゃうということですので、8月のコスメ購入品をしていきたいと思います。はい、そんな感じですね。で、今回購入したのはコスメをご紹介するんですが、すごいね、今回少ない。7月の購入品見てもらえればわかると思うんですけど、7月は買いすぎた。うん、今回は少ないので、サクサクっとちょっと短い動画になると思いますが、ぜひご覧ください。それではどうぞ。あ、ちなみにですね、このメイクの動画も作ったので、次回アップすると思うので、楽しみに待っていてください。はい、では早速いってみよう。7個です。少ないね。まず最初にですね、こちらが、ヒロインメイクのボリューム&カールマスカラスーパーウォータープルーフというマスカラです。これですね、私がよく使っているこっちのアドバンストフィルムの方のウォータープルーフバージョンですねを買いました。これはですね、このアドバンストフィルムが洗顔料で落ちるマスカラなんだけれども、ウォータープルーフみたいにカール力があったりとか、あとはにじみにくいっていうものなんですけれども、こっちはですね、まあ、ウォータープルーフだからポイントメイクアップリムーバーが必要にはなるんですけれども、これよりもはるかにまつげがガチッと固まります。なので、ひとえさんとか奥二重さんとかまつげが結構落ちがちだとは思うんですけれども、もしなんかこれでもあんまり微妙だなっていう方は、ぜひこれ試してほしいです。結構固まる。なんかポイントメイクアップリムーバーで落とした後も、もうこの型がついてる、まつげがっていうぐらいキープ力はあるんじゃないかなと思います。はい、では次がですね、これを買いました。じゃじゃん。これはですね、まあ、ビューラーなんですけれども、これです。これアイプチの一重奥二重用カーラー、フィットカーラーっていうやつですねを買いました。まだね、1回しか使っていないんだけれども、本当にこう一重さんとか奥二重さんって基本的に目がねフラットな人が多いんですよね。こういう立体的な感じじゃない人が多いんですけれども、そう、私もそうなんだけど、すごいねまぶたにフィットした。これで根元からがっつり上がります。そして私結構この目尻あたりがですね、全然挟まらないんですよ、いつも。なんですけれども、これは見て、ちゃんと目尻まで上げることができる。やっぱり一重用、奥二重用、素晴らしいでございます。よかった。これいくらなんだろう。1500円で、私はアットコスメストアで購入しました。次はですね、次はリピート品になるんですけれども、じゃじゃん、これザ・セムのチップコンシーラー。これはですね、もう神ですよ、神。本当にカバー力が高くてしっとりするので、どんななんかあらでも隠せちゃうようなコンシーラーです。しかもですね、これ私がいつも9点で買うんですけれども、3本で1000円とか、めちゃくちゃ安いんですよ、本当に。だから私はよくまとめて買っています。はい、次はですね、じゃじゃーん、こっち2つ買いました。ビサーバーのシングルアイカラーの、これが新色のパプリカという29番のカラーですね。で、これが20番のカラーです。これがすごい暗い、黒に近いダークブラウンみたいなカラーです。で、これが新色、マットなね、くすみオレンジなんですよ。なんか珍しくて欲しいなと思ってチェックしてたんですけどね、買っちゃいました。で、新色チェックしていただければ分かるんですけれども、なんか結構人気なのが赤レンガっぽい感じの色、レッドブリックっていう色かなっていう色が結構売り切れ続出っぽい感じだったんですけれども、私はね似た色を持っているので、こちらのくすみオレンジにしました。パプリカっていうカラーです。実はね、このアイメイクが
このカラーなんです。でこのメイク動画次出しますね。待っててください。それでは次はですね、じゃじゃん、ミシャのクッションファンデーションマットで、カラーは21番です。これはですね、まあ、別にすごい欲しくて買ったわけじゃないんですけれども、前回、いつかの動画であのブラックピンクのジェニちゃん風メイクをの動画を上げたと思うんですけれども、そのために買いましたね。普段白いファンデーションとか使わないからね、私の肌にはこのクッションファンデーションは白すぎてもうお化け。次はハロウィンに使いたいと思います。はい、次は最後、これが一番発狂すると思う。みんな発狂するかわかんない、私は発狂しそうしないけど、じゃーん、これですよ。これランコムのクッションハイライター限定のやつです。これはね、アットコスメでさ、コスメカレンダーっていうのがあるんですよ。それでこれがいつ発売とかっていうのが分かるようになってるんですね。それを見た時にもうかんわむいってなって購入しましたよ。これはハイライターなんですね、まあ、完全にパケ買いなので、まあ、別に中身がどうこうっていうレビューは別にいらないと思うんですけれども、こんな感じの中身です。こんな感じでね、結構ねファンデーションっぽい色かと思いきや結構白いんですよね。そう、結構白くって大粒のラメなんですよ。あれ、私が思ってるのと違う、なんかこんな感じ、ちょっと白いよね。こんな感じのカラーです。まあ使うか使わないかは別にして、本当にこのパッケージが可愛い。私はインターネット公式サイトで購入したんですけれども、いつだったっけ、発売日が18日で、私がネットでチェックしようと思ったのがそれの1週間前ぐらいだったんですけれども、パレットとかはね全部もうソールドアウトしていて、唯一このパッケージが本当に好きで、このパッケージのものしか買いたくなかったんですけれども、このパッケージのものはなんとこのクッションハイライターしかなかったんですね。まあ、ただねランコム高いからね、これで多分7000円ぐらいするんで、まあこれは家宝として飾っておきたいかなと思います。はい、今回の7月の購入品は以上です。短くない？すごい短いですよね。そう、今回はあんまり買わなかったんです。ということでですね、服もね買ってないからね、確か思い出せないだけから買ってないです。はい、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。There's a system. There's always a system of conversational gears, relational pistons.A cog engages with another cog, and motion results. But a failure to engage is nobody's fault.